うございます。釣り子 TV です。キャスティング岩槻店&青木大輔プロの、大会、終わりました。去年ですね、いろいろラッキーで2位になれたんですけどね、今年も気合い入れていくぞと思ったところ1匹で、惨敗ということで、確か順位見てないんですけど、多分110人参加中60番目か70番目1匹しか釣れなかったですからね。そんな感じだったんですけども、今回の釣り大会でうちの母親ですね、うちあの両親ともですね、バス釣り大好きで、大会では、ライバルとしてしのぎを削っているんですけども、母ちゃんがですね、朝一に45アップ釣り上げて、でその後もう1匹追加してですね、なんと6位、110人中6位になれたっていうこと で今回ですね、その6位でもらった商品、これ何入ってんのか見せてくれよっていうことでですね、ちょっと借りてくることができましたので、6位の商品をですね見ていきたいと思います。ちなみにあともう 30g ぐらいあったらですね、5位4位とか結構狙えたんですけどね、そうしたらですね、5位以上にはなんと差を借りる、5位、4位、3位、2位、1位、全員ですね、サオカ、リールのですね豪華商品付きっていうことで、去年自分になった時ものすごい豪華な商品もらったんで、なんとか食い込みたかったんですけどね。ただですね、まあ6位の商品もなかなか豪華そうだったぞということで、何入ってんのかな見せてくれよということで借りてきましたんで、早速自分のじゃないんですけどね、青木大輔プロカップのこの6位の商品、中身何が入ってるか覗いていきたいと思います。まずですね、これもう D スタイルの帽子、ちょっとダメージ加工がしてある D スタイル、キャップですね、迷彩柄のキャップね、もう自分で買ってればな、これまたプレゼントとかにしたかったんですけどね、ちょっと自分のじゃないんで、まあ、こんな豪華なキャップ、これがまず入っておりました。であとは DVD 入ってましたね。あ、これ見たことないな、ちょっとこの後見てみたいと思いますが、帝王の DVD 入ってますね。奥田さんと青木さんと金森さんがバトルしている、どこで大会してるのかな。いや面白そうですね。ちょっとこれで勝てる釣りを、勉強していきたいと思いますね。帝王が入って、お、ね、出たー、いいなー、あー、レゼルブ入ってました。買いづらいですからね、相変わらずね。最初買った1個キリなんで、これ羨ましいな。しかもチャートカラーな、ちょっと欲しいな、持ってないなっていうチャートカラーのレゼルブが入ってましたので、豪華ですね。ピナのステッカー入ってますね。ステッカーが入ってますね。これは最後いいな、これはマジ羨ましいな。ディスタイルのですね、これウエストバッグかな、ちょっと開けてみますかね。これおー、ディスタイルのですねバッグですね。これああいいな、防水のチャックがついていて、これマジちょっと売ってもらおうかな。いくらなんだろう。使わないようだったらちょっとこれ相談してみようかな。ちょっといいな。ここにいろいろぶら下げたりつけたりできる D 缶がついていて、で外側に1箇所入れるスペースがあって、あ、でここに、あ、外側、そして
お中のスペースがあって、中もさらに、針とか、あとはまあ貴重品とか、そういうの入れたりすればいいんですかね。もう一箇所入るところがあって、あ、でこの上からもつながっていて、でいろいろまあ部屋によって入れるものを決めておけばというところで、あ、でこの下にこういった、これはあれですかね、小さな玉編みとかさせるんでしょうか。何か便利に使ってくれよっていう、下にこういった入手コードというかですね、こういったところがあって、で横が、あ、そっかここに D 管があって、背負うことも、肩掛けで背負うこともできるし、腰にカチッと装着することもできるしということで、ディスタイルのですね、この便利なおかっぱりバッグ、あ、これは嬉しいな。ちょっとこれはですね、使わないようだったら売ってくれないかって、これから交渉をしてみたいと思います。定価で買いますというような感じで、交渉を試みてみようかなと思います。ということでですね、こんな感じで結構至れり尽くせりの素晴らしい商品がいっぱいあって、で今回すごかったのが、まあ前回もそうだったと思うんですけども、結構女性のアングラーが多く出ていて、で女の子のですね、アングラー、うちのお母さんもお母さんですけどね、女性のアングラーにはレディースショーってのみんな分用意されてたんですよね。あとはですね、キッズショーっていうことで、ちびっこが参加したらそのキッズにも商品あるよっていうキッズショーっていうのも準備されていて、キャスティング岩月店さんのですね、ものすごい、大会新設のですね、いろいろなものが満載だった。そのレディースショーもですね、何入ってるかちょっと参考までに見せてくれということで、女性アングルにこのレディースショーってのがあったんですね。何が入ってるか、おっと、まずディスタイルのニット帽子、シンプルでいいですね、本当シンプルな感じで、ニット帽、帽子だ、うわー、ステッカー、結構大きいサイズですよこれ。大きなサイズのディスタイルのステッカーがついていて、これ嬉しいですね。自分前日ボート屋さんで買ったんですよねこれ、D ジグの 1.8g、 これ釣れるジグですからね。これが入っていて、あ、これもフィナのステッカーっていうことで、いやーもう山盛りですねこれね。いくら分なのかちょっと画面に入りきらないような感じになっちゃいましたけども、こんな感じの豪華、商品が、6位女性ということで、うちの母ちゃんもらってましたね。もう山盛りだなこれは。相変わらずですね、じゃあこの後ですね、参加しただけでもらえる参加賞の方も開けていきたいと思います。これね、朝の受付の時にもらえる参加賞ということで、参加賞まだ開けてなかったので、これはですね、参加したらみんなもらえるよってやつなんですけど、いろいろ入ってますよ。まずはキャスティングのですね、これはハンドタオルですね。こうちょっとポートでぶら下げておくと、釣った後に手シャバシャバシャバって洗って拭くのに便利な、ハンドタオルが入っていて、お、これはもう大会用に作ったのかな、タオルなんですけど、おおおお、結構、はい、あ、いいですねこれ。青木大輔、かけるキャスティング、バス釣り大会 in 亀山ダム、2017年ということで、結構初
商品とかで協賛をいただいていた、メーカーさんのロゴも全部入ってますね。このタオルは結構スペシャルですね。アブガルシア、ゲイリー、山本、ディスタイル、フィナ、ティムコ、コナミ、これはボート屋さんですかね。あとは、トキタボートと、松下ボートということで、これ結構わで素材がなんか結構いい感じの素材で作られてるスペシャルな、タオルがついております。まだ入ってますね。おおすごいな、トルキーストレート 3.8 インチ、これは使いでありますから。これが入っているのと、おお何でしょうか、シリコンのフックカバー。今までのフックカバーとなんかちょっと違いますね。こうこんな感じのフックカバーなんですけど、ああこのちょっと出っ張りでスポンと取れるんですかね。ちょっとシーバスの釣りの時なんかちょっと使ってみたいと思います。で最後がエイリー山本のラバジュ。これ参加しただけで結構いいですね。こんな感じでタオルとかいっぱいですね。でいい魚が釣れると商品まで手に入るっていうことで、まあそうですね、今回負けてしまったんですけどもね、あの感想のところで D スタイルの馬場くんが言ってましたけどね、夜ものすごい冷え込んでですね、かといってでも上位の方なんかはあの表層で釣ったので揃えてきた方なんかもいっぱいいたんで、そこまで、タフにはなってなかったんですけども、いまいち食い込みが良くなかったのかなって。結構ですね、魚の反応があって送り込んで送り込んでからブルフラットとかで食ったやつ合わせガチって入れたつもりだったんですよね。だいたい動画にもしてないところを合わせると4回ぐらいですね、あのバイトチャンスあったんですけどね。で3匹、釣って帰ってこれればいいんで、まあ1時間に1本ぐらい投げ続けて、釣れればなんとかいいところ行けるんじゃないかなっていう作戦で行ったんですけども、で確かに1時間に1回ずつぐらいバイトあったんですけどね、全部スポーンと抜けたり、テールがブチーってちぎれたりですね。で今エビで見えてるバスにですねひょいって投げたら、まあそれはパクッと食いついてくれて 460g ぐらいだったんですけどね。ただですね、2キロウェイトを超えた方が3匹釣って2キロ超えた方が優勝の方1人だけだったんで、あとは青木プロも2キロを超えていたっていうことなんですけどね。っていうことはですよ、だいたいまあ600g 36、7センチのバスを3匹釣って持って帰れば結構いいところに食い込めたはずなんで、でまあブルフラットとかでたまたまいいのが食ってくれれば42、3、あと2匹、500g、1200、300g とかそういう感じで釣れればいいところ行けるんじゃないかなってことで、夢を見てもブルフラット投げ続けたんですけどね。今回は、大惨敗ということで、ただですね、うちの仲間うちではうちのなぜか、お母さんがですね非常に大活躍して、こんな感じで、すごい商品をもらってくることができましたということで、来年もですね開催されるっていうことなので、ぜひぜひですね、来年は、頑張ってですね上位、10位以内ぐらいですかね目指してですね、頑張ってみたいと思います。というわけで本日の釣りコー TV はこういった感じで、人の商品なんですけどね、ディスタイルキャスティング岩月店さんの、トーナメント、こんな豪華な商品が、もらうことができた人がいたよっていう、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。